明日の優勝戦へ勝ち上がるための戦い、準優勝戦第10レースです。早々に6号艇今村が動いてきましたが、1号艇橋本もインは譲ることはありません。1番6番とホーム側です。10レース対戦メンバーは1号艇群馬の橋本久和、2号艇福岡の長野宗志郎、3号艇兵庫の森友也、4号艇東京の飯山康史、5号艇山口の長尾翔平、6号艇福岡の今村信孝、以上6名による対戦です。すでに1番と6番はスタートラインにへさきを向けています。インに入る1号艇橋本が人気の中心です。予選道中の3日間は3連単にまとめていました。ここはスタート集中先舞を図ります。1号艇橋本、その隣には6号艇の今村信孝です。実績抜群のホーム若松、コースはもちろん動いて2コースから、中段の位置の3コース2号艇の長野宗志郎、ここまでシリーズ2勝は共にまくり勝ちです。ここも豪快な攻めが見れるでしょうか。角1に3号艇の森友也です。35モーターしっかり乗りこなしてきています。5コースには4号艇の飯山康史、大外から5号艇長尾翔平、進入はインコースから1番6番2番3番4番5番の並び、スタートしました。2号艇の長野がトップタイミングとなっています。その後は1番2番4番と出ていって1番の攻防です。逃げる1号艇橋本をまくる2号艇長野、流れて狭いところ4番5番と、これは入れず交代。先頭は1号艇橋本が残しています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇橋本先頭、2番手は差し上がってきた3号艇森と仕掛けた2号艇長野の接戦です。これから2マークの旋回、トップはすでに独走1号艇橋本、2番手3号艇森の外をつけ回る2号艇の長野、2番手は3号艇の森の外から2号艇長野も粘っています。3番2番優質のかかる2番手争い、レースはこれから2周目です。先頭は大きなリードを取りました1号艇橋本、2番手は3号艇森対2号艇の長野、2周1マーク2番手争い3号艇森の、ここも外行く2号艇の長野、受け止めて3号艇の森がインコース、アウト一定審査2号艇の長野、現在2番手は3号艇の森が一歩前に出ています。追いかける2号艇の長野3番手、さらに後ろは5番6番4番と続いて2周2マークです。先頭1号艇の橋本、2番手3号艇の森が待って握って続く2号艇の長野ですが3番手、上位3艇は1番3番2番でレースはこれより最終周回です。4番手に5号艇長尾翔平、さらに後ろは6号艇今村信孝、4号艇飯山康史と続いています。最後の1マーク、トップ1号艇橋本、2番手3号艇森、打ちをつこうと2号艇長野でしたが3番手、上位3艇は1番3番2番、2番手3番手も定冠広がりました。この1、3、2の組み合わせ、3連単ノッツ 27.3 倍となっています。ラストターンマーク、先頭は人気に応えました1号艇橋本、2番手3号艇の森、2号艇の長野が3番手、1番3番2番の順に間もなくゴールです。1番五輪、3番五輪、2番五輪、5番五輪、6番五輪、4番五輪、以上前提五輪しました。